来る場所ですね、うん、荒園神社でございます。よく来るんですか、皆さん。まあ、僕は荒園神社にお参りしてたら、はい、そんなわけで皆さんよろしくお願いします。本日は皆さんがよく来る場所ですね、荒園神社でございます。よく来るんですか、皆さん。まあ、僕は花園神社にお参りしてたら社長に久々に会ったんで、ね、あ、妖精さんにね、知り合いがあった。そうですね、皆さんもなんかいろいろなサプライズがね、ありますよ今年。ありますよってなんか話そうとしてます。じゃとりあえず今日のサプライズいっちゃいましょう。はい、行きましょう。一生に一回あるかないかの、YouTube を皆さんが参加したことにより、うん、疑われずに撮られてた疑われずに振り返そうそうですね。まあ、様々なジャンルの方々が一つになるというサプライズでございますが、はい、そうですね。小谷さん、演歌歌手をね、うん、デビューしていただいて、紅白出ます。ああ、そうそうそう、よくね、そういう、そうですね、はい、こちらでございます。僕らが新しく真後ろにあるやつですね。すごいですね。あった。ベータレントモーション。あ、後ろですね。逆にいいですね。あの辺に入れてもらえると。行けるのかな、これ。あ、とりあえず待ってましょう。そうですね、名前。あれ、モーション名前。あ、うちはあの時じゃなかった。じゃあ、でも最後作ってもらったじゃない。俺の名前やばいですね。俺の名前なんか縦長ですごいことになってます。やばい。DJ みたいになった。あ、ベータレントモーションの胸元から次に奉納というわけで、まあ、あれ一応あれどこにあるんですか、どこに。あちらです、ね、あ、もうすごいですね、これ。お参りするたびにもう私たちにお参りしていただくみたいな、皆さん正面、そうですね、見に来てくださいよ、ね、ちゃんとだけど奉納するときに名前読んでいただいて、ちょっと、はい、うん、自分の名前でちょっと笑っちゃいましたねくすってね、どうしたいのーって面白いよみたいな。ノリトで調子だのってなってます、ね。ぜひ見に来て。お手を合わせて。はい。というわけでこちら今日は入れてきます。あ、これはここですね。ちょうど左ですね。ここにやります。目立ちますね。いらっしゃったらすぐ名前が。近くにいた、結構新品で入れていただきましたね。ですね、うん、星も入っちゃってますね、僕ら。みんな落ちるかもしれない。まだまだ僕は10万人いかないんだ。無名です。ピエン。バグっちゃってるからね。気分は近づかなくて、なんかでも嬉しいですよね。ねえ、ねえ、もう一回
あ、いいね。あ、かわいいっすね。全裸監督か。全裸監督面白いっすね。はい。こんな感じで一つの夢が叶いました。一つ空いてるし、ね、2年後もちゃんと支払いして掲載しておきます。こちらにありますので皆さん見てください。こんな感じでーす。というわけで奉納したので、こちらの勝負ハイドジョンも入れていきたいと思います。そんな感じで YouTube があるとね、こうして名前も春園神社に載せて楽しい感じになりますので、芸道も含めて成就したいと思います。というわけで、はい、花園神社できました。できました。たまちゃんのね、たまちゃん、はい、この打ち上げというわけで、新大久保受精をで受精を、じゃあ小谷さん乾杯の本でお願いします。お願いします。ママ、では玉垣に乾杯。乾杯。そのままでした。そのままでした。ねえ、芸能成就に乾杯。玉垣に乾杯。玉垣に乾杯。花園神社の芸能神社、はい、ね、浅間芸能神社だっけ。そうそう。じゃあ、一度妖精に向かって乾杯。乾杯。乾杯。皆さん見えますか。見えますかね。見えますけどね。うん、行政は見える、事務所の繁栄と。まあこの後はね、岡本いじめがその辺で、はい、鍵が開かなくて特殊部隊やってる。意味合いですよね、特殊部隊とか。お待ちしてます、一部さん。とは共演したことある。松江佐々木さんとはないんだけど、だから、うん、なんかで地元で、地元で、すれ違ったり、同じ飲み屋で一緒、一緒じゃないんだけど、うん、たまたま遭遇したことがあった。松田優作はね、荻窪阿佐ヶ谷です。荻窪阿佐ヶ谷。あ、そうなの。で、なんで松田優作知ってるんですか。で、松田龍平、お兄ちゃんより上の世代。そう、龍平龍太はあの辺うろうろしてて、クルリッパの、カメラ撮ってますけど、ちょっと言わせてもらっていいですか。サージュでエリカと同級生です。ジョースターさんはネタがね、昭和。ジョーさん、すごい幅が広いよね。うん、そうよく知ってるよね。で、まあ、未来のことも話すから、未来とか何なんだと。振り幅が広いよな。宇宙の幅広いよ。レプテリアン。振り幅レプテリアンだ。あ、レプなの。やっぱり。間違い。ペリペリペリ。あ、やっぱり。あ、レプか。ジョースター。徳川さんの方がそれっぽいです。まあね。それもあるね。ミキタリアン。ミキタリアン。松江さん、優作さんはほら下北でよく飲んでて。